ひなチャンネル。今日は早々のフリーレン1話感想会ね。1話というか金曜ロードショー枠の感想か。地上波で2時間分一気に放送とは、普通のアニメとは気合の入れようがすごいよね。さすが配給は最近強い東方アニメーションだよ。秋アニメは早々のフリーレンだけじゃなく、薬屋の独り言、スパイファミリーもだし、どの作品も今期派遣候補の作品だもん。夏アニメは呪術と無色転生もよね。アニメ配給会社としてはトップクラスじゃない。今までアニメの配給だけだったけど、2022年にアニメ制作会社である東方アニメーションスタジオも設立し、この会社の最初の作品が薬屋だからね。もうアニプレックスを超えたと言っても過言じゃないと思うよ。これからのアニメ業界ではものすごく強い存在になりそうね。さてそれでは、早々のフリーレンという作品だけど、単行本11巻まで出ており、原作は1000万部以上の売り上げがある人気作。制作委員会の気合の入れようがよくわかるよね。アニメーション制作はマッドハウス、ダイヤのエースやちはやふるなど青春作品から、オーバーロードのような暗くて魔物が出てくる作品まで手掛けている安心クオリティ。作品によって作画を柔軟に対応してくれた結果、早々のフリーレンの作画も最高に綺麗で大満足です。フリーレン役の種崎敦美さんも似合っていていいよね。他に誰の声してんだっけ。相変わらず声優に疎いわね。大の大冒険の大、魔法使いの嫁のチス、スパイファミリーのアーニャ、他にも役をしてるけど、あんたが知ってそうなのはこんな感じかな。大とアーニャが同じ人ってことに驚き、勇者アーニャも見てみたいわ。原作のヒンメルはすごい優しくて良い男だから、岡本信彦さんと会っているか不安だったけど、ヒンメルの優しさを表現できていて大満足よ。岡本さんは他にどんな役をしてる方なの。僕のヒーローアカデミアの爆豪、とある魔術のインデックスのアクセラレーター、鬼滅の刃の品津川玄也などね。怖めのキャラの印象が強いかな。ヒンメルとはイメージが全然違うのに全く違和感なかったよ。声優さんってすげえな。いい加減声優さんを覚えなさいよ。少しずつね。それでこの早々のフリーレンの始まりは、終わりから始まる物語としてふさわしく、勇者たちが10年間の冒険を終え、魔王を討伐したところから始まる。この勇者一行として旅をした10年間の思い出が各エピソードで少しだけど描写されるんだ。私ね、ヒンメルたちと一緒に冒険した過去の思い出が本当に好きなの。少しだけしか出てこないけど、本当に冒険が楽しかったんだろうなって伝わってくるんだ。エルフの寿命の明記はなく、死ななければどこまでも生き続けることができそうだから、人間にとっては永遠とも受け取れる長い時間よね。でもフリーレンにとって自分の人生の100分の1にも満たないたった10年間の思い出、これがすごく素敵で、この作品が大好きな理由よ。そしてその10年間の旅が終わった場面からこの物語は始まるんだ。人間の10年は本当に長く、人生80年としたら約8分の1ぐらいの時間なんだよ。そんなこと言ったらさ、私とあんたの付き合いもめっちゃ長いよね。多分人生の半分ぐらいは付き合いあるな。そんな長い付き合いの中でも忘れられない思い出ってあるやん。なんかあったっけ。あんたとの思い出ってあんまないのよね。例えばバルーンフェスタを見に行ったらさ、会場に行くまでの道に迷って目の前でバルーンの光が消えたとか。あれは衝撃だったけど今になったら笑い話よね。まあ下調べせずに行ったうちらも悪いんだけど、目の前でフェスの終わっていくのを見てたら笑ってしまったよな。今となっては忘れられないいい思い出になってるよ。そしてこの早々のフリーレン、彼女の長い一生の中で些細なことや苦労したこと、楽しかったこと、そんなすごく大切な思い出が残る10年間を振り返りつつ、新しい仲間と一緒に勇者たちと同じルートをたどって冒険していく物語なんだ。私はね、フリーレンと勇者たちの時間の感覚が大きく違うことで、大好きだった人たちが次々にいなくなっていく気持ちが寂しいの。みんなで50年に一度のエーラ流星を見た後、フリーレンとヒンメルの会話で、50年後はもっと綺麗に見える場所を案内するよ。ヒンメルは笑ってみんなで見ようと答えてたけど、きっと僕が生きていればと思いつつ、我々とは時間の価値観が違うんだなと認識していたんだよね。50年という月日は人にとって本当に長いけど、エルフであるフリーレンにとっては人間でいう数ヶ月程度の時間感覚だったのかもね。そして50年後、老いぼれのヒンメル、貫禄が出たハイター、見た目はあまり変わらないアイゼンと再会し、1週間かけてエーラ流星を見に行くことにしたよな。フリーレンは意識していたのかしていなかったのかわからないけど、もう一度この4人で冒険をしたかったんだろうね。たとえそれがたった1週間という短い時間だろうと。そしてこの4人で一緒にいる最後の時間になり、みんなでエーラ流星を見ることができたんだよ。
こういう素敵な景色はみんなで見るから心から素敵と思えるんだよね。実は私はこの時点で泣いたのよ。早い早い。その小さな冒険を最後に勇者ヒンベルは老衰で亡くなる。葬儀に参加していたフリーレンは長い人生の中でたくさんの人の死を見てきたせいか最初は泣くことができなかったんだよね。それがさ、ヒンメルと冒険した彼女にとってのたったの10年間、思い出すのは楽しく一緒に冒険した記憶。エルフと比べるとすごく短い人間の寿命だからこそもっと知っておくべきだったと後悔し、大切だったヒンメルを失った悲しみも重なり、フリーレンが涙を流すことができたんだよね。このフリーレンが人間をもっと知っておけばよかったと気づくシーンが良いんだ。いなくなって初めて気づくんだよ。エルフが死ぬのなんて滅多にないからね。そうだよね。ヒンベルを失ったことで人間を知ろうと思い立つことができ、これからフリーレンの時の流れが変わっていくんだ。そうそう、の意味は死者を見送り墓地へ送り出していく。しかし自分自身が見送られることがなく生きていくことで早々のフリーレンと呼ばれていく。ここから本当の終わりから始まる物語が始まるんだ。でもね、見送るのであれば新しい出会いも出てくるの。そう、それがヒンベルが亡くなって20年後新しく出会ったフェルンなんだよね。ハイターのお墓参りに行ったのにハイターは生きてたね。ヒンベルとハイターの年齢は同じぐらいで、ヒンベルは去年76歳だったのでこの時のハイターは100歳近かったんじゃないのかな。戦争孤児で助けたフェルンと一緒に生活しながら魔法の修行をしていたね。この時ハイターからフェルンを弟子にしてくれと言われたけど、見習い魔法使いの死亡率は高いため友人から預かった子を七に送ることはできないと断っていたよね。そして別の頼みとして賢者エビヒの書物の解読を頼むけど、これは解読させることが目的ではなく、最初からフェルンが見習い魔法使いから一人前の魔法使いに成長するまでの時間を稼ぐために依頼したことだったのよね。そうだね。死ぬのが怖くなり少しでいいから時間が欲しくなった。この意味は今のフェルンを一人だけでは残すことができない。フリーレンが書物の解読にかかるまで修行してもらい、自分自身が死ぬ前にフェルンが独り立ちできる実力を身につける。お酒好きの生臭坊主からの最後の依頼だったんだよね。死を覚悟したハイターを前にフリーレンが告げた言葉、お前が死ぬまでにやるべきことはあの子にしっかりと別れを告げてなるべくたくさんの思い出を作ってやることだ。フリーレンがヒンベルをもっと知っておくべきだった。この後悔から出た言葉だったんだよな。ヒンベルが亡くなった時はすぐに出なかった涙、それが今回は友として、そしてヒンメルのことを思い出したことも重なり涙が溢れてきちゃったんだよね。ハイターがフェルンを助けた理由は勇者ヒンメルならそうしたから。この言葉はこれからもたくさん出てくるんだよな。ほんとみんなヒンメルのことが大好きで、あの冒険が素晴らしい思い出になっていたんだよね。私はね、このエピソードが大好きで、ハイターはフェルンのことを自分の子供のように愛していたんだろうなって思った。生涯独身として生きてきたハイターにとって最後にフェルンに出会えたことは人生の幸せであり本当に大事な存在だったんだろうね。だからこそ友であり信頼できるフリーレンにフェルンを預けたかったんだろうな。そしてエピソードは変わり、原作サブタイ蒼月草が始まったね。アニメでは別に魔法じゃなくてもだったな。ここで出てきた民間魔法は本当に面白く、フリーレンの好きなポイントの一つなんだ。ほとんどが使えるのか微妙なのばっかばかりだけどね。あんたは民間魔法の動画作ってたもんね。あれも良ければ皆さん見てくださいね。宣伝ありがとう。さてこの村で依頼された内容はヒンベルの銅像をきれいにすること、そしてこの銅像のポーズを決める時のことを思い出しつつ嬉しそうに語るフリーレン。銅像は魔法できれいになったからヒンベルの故郷にある蒼月草を咲かせようとしたわね。この花は絶滅したと言われ見つけることが難関なんだけど、蒼月草を探し始めた理由はきっと自分のためと言ったよね。ヒンメルからいつか君に見せたいと言われたけど結局見ることができなかった。ヒンメルのことをもっと知っておけばよかった。この後悔を少しでも拭うためヒンメルの見た景色を知りたい、それが自分のためといった理由なんだよね。フリーレンが魔法を集める趣味は勇者パーティーの仲間たちに見せたら喜んでくれたこと、それが理由だったんだけど、フェルンが魔法使いになることを諦めなかった理由、それは魔法を使った時にハイターが喜んでくれたからなんだ。このエピソードが始まってすぐにあった2人の会話で、魔法がお好きなんですね。ほどほどだよ。フェルンと同じで、これは2人とも魔法を好きになったきっかけが同じで、魔法を使うことで好きな人が喜んでくれたからなんだよ。銅像から離れる時にお花の冠をあげたのは可愛かったよね。昔ヒンベルからもらったからお礼なんだよな。次のエピソードは原作サブタイ魔法使いの隠し事、ここは少し息抜き会でもあるんだよね。このエピソードはね、
フェルンの気持ちがいいの。普段はフリーレンの考えていることは分かってきたけど、初めて見るフリーレンの悩んでいる顔、そして美味しいスイーツの店を探している姿を見て羨ましがるフェルン。さらにどう見ても荒くれ者に見える冒険者フリーレンに気を取られてしまい、宿に戻る時間が遅くなって怒られるのも面白い展開よね。ちょくちょくこんな感じのギャグ要素もあるから気楽に見れるんだよ。そんなスイーツの店を探していたこと、すごい悩んでアクセサリーを選んでいたこと、これは全てフェルンの誕生日プレゼントのためだったな。フェルンのことは何も分かっていないってことがフリーレン自身が分かっちゃったんだ。でもね、フェルンは勇者パーティーの皆と同じでフリーレンのことを知ろうとしているんだよね。そしてフェルンはフリーレンが自分のことを知ろうとしたことがたまらなく嬉しかったんだよね。それだけフリーレンが興味を持っているのは魔法だけのように見えたのかもしれないし、自分の好きな人が自分に興味持ってくれることが心から嬉しかったんだろうね。続いてのエピソードは原作サブ隊人を殺す魔法。ここで初めて攻撃魔法や防御魔法の解説がされ、魔族には名前があることも判明したよね。このエピソードは魔法の解説会だったからさらっと流すわけね。正直動画作ってて長くなることが分かってしまったから少し駆け足でいきますわ。まず80年という月日は寿命が長いエルフや魔族にとってはちょっと前のこと。でも人間たちにとっては研究し開発し進化させるには非常に長く十分な時間だったんだ。この体感時間の差は進化に対する大きな違いだったんだよね。最後に80年前にフリーレンのスカートをめくったクソガキが出てきたね。この人たちはヒンメルが言ってた封印が解ける頃にはやってくるという言葉、そしてフリーレンであれば必ず来てくれるということを信じ待ち続けていたんだよ。最後のこの2人の会話のやりとりだね。でもそのことに気づいたのはフェルンであり、フリーレンはそんなことを思われていたとは考えてなかったんだよ。この時私はまだ人間のことが分かってないなと再認識したんだろうね。そしてバトルシーンの臨場感と迫力が原作より良くなって非常に見応えもあったのも良かったな。原作のバトルシーンはあっさりしてるもんね。心配していたことが予期改善されていたので大満足だよ。続いて次のエピソードは原作サブ隊新年祭。ここで依頼された仕事は海岸の掃除だったね。報酬は大魔法使いフランメの魔導書、偽物と分かっているのに引き受けた理由をフェルンに問われると、これは自分のためだと返答したな。勇者パーティーのみんなと一緒に新年祭の日の出を見る機会があったけど、フリーレンは寝ることを優先させみなかったんだよね。その時ヒンメルとのやりとりで、ただの日の出でしょ、楽しめるとは思えないけど、いいや楽しめるね、君はそういうやつだから、この理由を知りたかったんだよね。そんな眠い中フェルンと一緒に見た日の出。最初はヒンメルは自分のことを分かってないと思っていたけど、日の出を見て笑顔になるフェルンを見ることでフリーレンも楽しい気持ちになったんだよな。仲間と一緒に見ることでただの日の出が楽しい気持ちになる。ヒンメルはこのことを言いたかったの。これは最初の流星群を見た時もみんなで見たからこその最高の景色になったのよね。最後にフリーレンが笑ったことは、そのことを理解しヒンメルは私のことをよく分かってるなって思ったんだろうね。フェルンとフリーレンの2人の会話の食い違いが面白いよね。フリーレンはみんなで見る日の出のことを言ってるのに、フェルンは一人じゃ起きれないからって言ってるもんな。そして最後のエピソードは原作サブ隊魂の眠る地。ここは過去の思い出が最初から流れ、人は死んだら無に帰るのか天国に行くのか、このような会話が行われていたね。祈ってるアイゼンの腕が年齢を重ね、当時と違って細くなってんだよね。ドワーフの平均寿命は300年と言われ、冒険をしていたのが80年前ぐらいなので人間でいうと約30年弱ぐらい経ってんだよね。人であれば30年も経てば老人になっちゃうもん。それでもフリーレンにとってはたった30年なんだ。時間の進み方が違うというのが分かる場面でもあるよね。でもね、フランメの手記を探すとき、今までは他人の時間を気にしなかったのにフェルンが嫌がるから早めに終わらせようと言ったんだ。アイゼンは気をつけようと言ってたけど、フリーレンが他人に興味を持って接しているのが感心しつつ嬉しかったんだろうね。そしてフランメの手記を探す理由をアイゼンに問うと、30年前のあの日、お前はヒンベルを知っておけばと口にした。あの言葉は直接ヒンベルに伝えてやるもんだ。フランメの手記には死者と対話したという記録が残っている。フリーレンは今更会いたいとは思わないと言ってるが、ヒンベルのことはもっと知りたいとも思ってたんだろうな。そしてここで判明したことは、大魔法使いフランメは1000年以上も昔のフリーレンの師匠であり、フリーレンの考えや行動を予測していたんだよね。そう、フランメが登場したの。田中敦子さん、私の大好きな田中敦子さんよ。ツイッターこそ X で公表された時から興奮したわ。フランメの声優さんはノーチェックだったわ。
急いで、田中敦子さんの他の役は？草薙素子よ。なんか全てを納得したわ。フランベは人間にとって魔法史に出てくるような伝説の大昔の英雄で、フリーレンは1000年以上も生きてるんだよ。そんな伝説の大魔法使いがアユには、人々が死んだら天国と呼ばれる場所がある。それは大陸北部にあり、魔王城がある場所ということがわかる。ここから勇者ヒンメルたちと同じ道筋を、新しい仲間たちと一緒に辿っていく冒険が始まるんだ。ここまででちょうど原作1巻分が放送され、少しだけ2巻の冒頭が加わっていたんだ。過去にフリーレンは弟子を取ることは時間の無駄であり、いろいろ教えてもフリーレンにとってすぐに死んじゃうからと言ってたんだよね。でもフェルンを弟子として魔法を教え、一緒に旅をしているの。あの時のフリーレンとは変わったのがわかる場面よね。そうなんだよ。勇者ヒンメルたちと一緒にいたフリーレンにとって100分の1にも満たない冒険が、1000年以上生きていた彼女の考え方を変えたんだよね。いや、アニメーションのクオリティ高いし、曲も良いし、映像と音声が加わると一段と心に響いてくるよね。基本は原作準拠なんだけど、場面カットは大きく異なっており、アニメ映えして一段と魅力が上がったような。ちょくちょくアニオリも入っており、原作勢でも楽しく見れるかな。次回から細かい感想や解説を入れていきますので、よければまた見てくださいね。ちなみにこのぬいぐるみは少し欲しいかも。これ可愛いよね。私も気になるのよ。それでは長くて駆け足になってしまいましたが、本日の動画はここまでです。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。